まず導入は今年の4月に導入しました。考えたきっかけっていうのはこの地域性もあるのかもしれませんけど、今ニュースなんか見ても強引に入ってきたとか空き巣やられたとかそういうニュースが多いですよね。そういう面で私らも高齢になりましたし不安もありますんで、じゃあこの際ちょっと警備っていうのは本格的に考えてみようかなというふうに思ってみました。知り合いがいましたんで、その関係でちょっと声かけてみました。他社さんあるのは知っておりますけども、以前やってました仕事柄ですかね、金融機関さんであるとか有名企業さんとか、大きなイベント関係を含めてですね、警備されてますよね。その辺の実績を見てました。わあすごいなと、警備っていうのはすごいなというふうに見てましたし、やっぱりここで決め手は信頼性ですよね。どうしても家を開けることが多いので、で外出先で携帯で簡単にこう状況が見えたりするのと、あと警備が入ったら携帯の方に通知が来るっていうので、あ今出たんだなとかっていうのを確認できるので、離れてても安心かなと思ってます。ちゃんと動いてるかなやっぱどうしても生活している以上ちゃんと動いてるかどうかすごい心配、一番心配なので、よく鍵をかけないで外出をすることが多かったんですけど、今ちゃんとセキュリティが入ったってことは全て鍵がかかってちゃんと出られたっていうのが分かるので、そこはもう安心してます。また3回空いてるよって時々怒られます閉めたと思っていても2階とか3階 の窓が開いてることがよくあるので、それでチェックができるのはすごくいいところかなと思ってます。実際に今もこの半年で鍵をかけて施錠する、セキュリティのセットをするっていう習慣がついたのであまりないんですけど、忘れたなと思ったら外からかけられるっていうのは安心、1回戻らなくていいっていうところは安心です。つける場所が限られてしまうと、例えばリビングの方につけてしまうと玄関に行くまでに時間が制限されてしまうので焦ってしまったりっていうのはあると思うんですけど、もうどこでも自分の好きなところに置けるっていうのはメリットではあります。環境に合わせた警備のスタイルをができるっていうのは一番魅力ですよね。アルソクさんの機器っていうかシステムっていうかですね、カメラが画質がすごく良くて夜でもすごく顔がしっかり見えるんですよ。なのでそれはすごく使ってていいなと思いました。カメラつけた一つの向きなんですけども、我が家の目的ちょっと違うんですよね。っていうのは構造上建物が一番奥まったところにあるもんですから、裏に側溝があって裏からも人が通るんですよ。裏もで裏から入ってくるとわからない、だから暗い方を映してますんで夜でも鮮明っていうのが一番ありがたいですね。いくらこう情報でメールで誰か来ましたよとかセキュリティしましたよっていう情報は来るんですけど、実際に画像で見れるっていうのはカメラでしかできないことなので、そこはすごくいいなと思ってます。安心できるところです。私の今の住まいは皆さんここで同じ時期に分譲を受けた地域なんですよ。だからよく聞かれるんですよね。ただそれぞれ各家庭さんにはそれぞれの先ほど言いました事情がありますし、ペットを飼ってる防犯が心配だっていろいろあるんですけども、私が聞かれた時にお話しているのは あくまでもあなたの環境に合わせた提案してくれるよ、だからアルソクさんに何か不安あったら聞いてみたら遠慮なくね、そういうふうなおすすめはしてます。